どうも、長友愛理です。今日もよろしくお願いします。残念なお知らせなんですが、飛燕の雲海都市の9回動画をアップロードするつもりが間違って消してしまいました。すいません。すごいショックで、何回も何回も負けたんです。で、噂ではその闇アテナがとても使えるよと聞いたので、闇アテナで挑戦して、まあメリオダスとかノーヒメとか入れて、とにかく遅延をたくさんして時間をかけて倒しました。あのアルテミスの先生とかもびっくりして10秒ぐらい時間が止まっちゃったんですけど、なんとか勝つことができました。はい、本当に申し訳ないです。何が一番悔しいかって、自分がちゃんと濃紺でこのなんだろう、イエンの空海都市みたいな1回1回ずつ一度きりチャレンジがちゃんとクリアできることができるようになったっていうのを今回全部お送りしたんですけど、できなくても本当にショックで、ちょっとそのようなことがないように今後気をつけます。申し訳ございません。はい、で切り替えまして、今日は最上階にやってまいりました。こちらです、パーティーは。で、もうこの動画を撮る前にも挑戦したんですけど、勝つことができませんでした。何回も何回も、あれなんです、ずっと3回で負けちゃってて、それから先に進むことができていません。で、パーティーはこんな感じで組んでいって、ゆうなにはさくら、銀千代にはアシストなしですね。で、挑戦にはファセットレベルが上がってないけど、あーで、ミトちゃんにはライナー、さくやにはムチつくもさん、ディアブロスには夏です。はい、では最上階気合を入れていきたいと思います。レッツゴー。いや、もう本当にショックでした。あもう結構その引きずっちゃってました。珍しく、そんななんか、あ、ほらもう下手くそ
よし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 、いい感じ。はい、おい、髪の毛が伸びてきた。最近ちょっと前髪を切りたいでしょうぞ。え、ほらもう、いい感じ。いけたいけた、よーし。さあ3回でございます。でもう調べました。大丈夫なんですよねこれ、攻撃しなければ。あ、復帰しちゃったやん。攻撃しちゃったよ。挑戦があとちょっとなんだよな。そうなんですね。もう心が折れそうになる。でもこれで75か。え、ここが問題なんです。ここが問題なんです。ずっと勝てないんです。攻撃しないように。はい、3ターンで溜まるんですもんね。はい、はい、おー、すごい。あ、こういう感じ。あと2ターン耐えれるよみたいな。この 75% 減を消したいんですよね。消えた消えた。これでちょっと見てみましょうか。これでどんなもんなのか。どんなもん。おお、すごい。結構削れた。これでこれで止めていけないの。うまく構成できなかった。
強そうだな。はそう、アテナが出るのは知ってた。すごいなんか難しそうだな。スキルがね、溜まってないんですよね。とりあえずどんなもんなのか言ってみましょう。緊張するな。ボスだっすよ。ボスだっすよ。出たこれ、出たこれ、やだ、使っちゃおうね。もうカセットが全然あまり良くないってこと分かったので、バンバン使います。あ、全然ね、コンボできてない。ねー、なんかちょっともったいない。で勝ちました。全然半分削れない。おー、ありがとう。
ちを削れたら何かあるのかな。強かった。いけ、あ、勝った。え、ちゃんと録画できてますよね。勝った、やった、嬉しい、泣きそう、本当に泣きそう、嬉しい。初めてノーコンで勝てたかも、このシリーズ。うわ、嬉しい、泣きそう。動画消した時も泣きそうだった。てか泣いた、あの時は涙が溢れてきました。嬉しい、クリアしました。これでもうフル見よ、今日は無事にクリアすることができました。何回も何回も挑戦しました。はい、ギリギリでしたけどね。今日録画してるのが土曜日なので、ありがとうございました。1週間動画をほとんど毎日出させていただいて、たくさん見てくれる人がいて、コメントがたくさん皆さんくれて嬉しかったです。で、ちゃんとコメント返すので時間はかかるんですが、待っててくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。本日も最後までご覧いただきまして、本当に本当にありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございます。バイバーイ。